ジャニーズ事務所がメリー喜多川氏が代表取締役会長を退任し名誉会長に就くっていう発表がちょっとあって、これ異例だと思っていて、ジャニーズの公式のホームページにバンって出たんですよ。でそれで普通だったら朝刊スポーツ紙とかテレビ関係が先に発表するのがあれなんですけど、今おっしゃったようにね、ちょっと発表も異例だったし、逆にあんまりジャニーズサイドとして触れてほしくないのかなと思えるような、でも発表してるしみたいな、ちょっと分かんなかったんですけど、書かなきゃいけなかった理由は、一つだけ、株主さんに対して、株式会社はジャニーズ事務所なので少なからず何人かはいると思うんですよね、他の一族じゃない株主さんが。そこに向けてなのかなと。この発表をこの発表だけを見ると、いわゆるジャニーズさんって今、佐々木さんおっしゃったように今世代交代っていうのが行われてて、ジュリーさんが社長になって、でもメリーさんは90いくつ超えられてますよね、94、5くらいでしょ。で滝沢さんが副社長になって世代交代してる中で、今回メリーさんが代表取締役会長退任、名誉会長っていわゆる名誉職ですよね、要は。そうですね。これはやっぱちょっと経営の本筋からはちょっと外れるっていう考えでよろしいんですかね。でしょうね。会長になった時はまだ会議とか、そういうのにも出てたっていうんですよ。発言に影響力があったのが、ある意味もうちょっと見守っててくださいっていう感じなんですかね。健康状態は、いろんな人がいろんな話してますけど、そんなに変わらないって。一時期車椅子でとかって話もあったんですけど、いや全然大丈夫ですよみたいな話も出てる。今後のやっぱジャニーズの影響は出てくるんですかね。というのもまさに今少年隊の錦織さんと植草さんが年内いっぱいで事務所退所してっていう話が出てて、いわゆる若返りって言われてる中でこういう発表があったわけじゃないですか。少しずつ変えようとはしてるところは伺えるじゃないですか、いろんなとこね、ネット信用ね解禁したりとかね、だからそういう経営自体も変えようとしてるので、変わってはいくんでしょうし、若返り図ってはいいんですけど、結局上にいた人たちもタッキーがいきなりジャニーズアイランドの社長になって、そうするともっと上にいた人たちは「俺たちは」みたいなことあるんじゃないですかっていう話も確かにありますよね。ただ一応それを一応あるからこそ、滝沢さんは一応芸能界は引退されて、もう裏方に専念するっていう大義名分で一応成り立ってはいますけどね。それでもなんかずっと上の人たちは俺たちはみたいなのがあるじゃないですか、所属してる人たちはね。そういうのがつばき始めたのかなって気はしますけどね。一応グループ名は存続するんですよね。ただ今実質錦織さんはあれですか、演出家とかやってらっしゃるんでしょうけど、裏方なんですけどね。植草さんはタレントとして一応ですか。東山さんもキャスターとか俳優になっちゃってるからね。だからこの2人としては少年隊の活動がなければ別にここにいる必要はないという感じじゃないですか。なんか錦織さんはジャニーズジュニアの育成にも携わっていて、今後も携わっていくみたいな話も書いてあったので、だから縁が切れるわけではないかなと。ここにいても仕事がどんどん入ってくるわけじゃなくて、自分でやりたいことをやるにはちょっと難しいなと思ったらやめて、違う方向でっていうのを取るんじゃないですか。